こんにちは、アイです。今回は、なんと2018年ラスト動画になります。コンタクトはエヌズコレクションのフルーツポンチでございます。はい、まず顔の下地を塗っていきたいと思います。指全体で、これ乾燥がちょっと冬なのでひどいのでしっかり塗っていきました。そしたら、前回に引き続きちょっとね痛いリッププランパーを塗っていきます。これ慣れたらね痛気持ちいいんですけどね、これねおすすめです。はい、ケイトのビビクリームかな、塗っていきます。顔全体に塗っていって、100均のブラシでぼかしていきます。これしっかり、伸ばしていきます。でちょっとまだらでも全然いいです。この後、濡らしたスポンジビューティーブレンダーで、なじませていくので、まあ、ある程度なじんでくれたら大丈夫です。はい、これですね、濡れたスポンジで、顔全体にトントントンってこう肌に何だろうな、流す感じというかこう押し付ける感じで入れ込んでいきます。はい、次に、カラーポップで眉毛を描いていきます。ずっとブラックブラウンだったんですけど、最近ちょっと色を変えてみました。髪の毛明るくなったんでね。インラインとアウトラインを描いて、自眉毛に沿って、今回は、ハイアーチでも何でもなく自眉毛に沿って描いていきます。そしてしっかり中を埋めていきます。眉頭は、後でぼかすので全然気にせず、そのまま結構ボンと描いていきます。グラデーションを作るために眉頭だけをぼかしていきます。小指1本分ですねをぼかします。はい、コンシーラーを塗っていきます。まあこれまあいつものことなんですけど、気になるところにあいは顔中心に割と塗ってっているんですけど、塗っていきます。そしたら、コントアを作っていきます。ニックスの、コントアのスティック状のコントアでしていきます。頬骨のちょっとした頬骨のあたりかなと、生え際とフェイスラインとノーズのところと唇の周りを引いていきます。そしたら、先に、明るい方からぼかしていきます。暗いところからやってしまうと色がぐちゃぐちゃになってしまうので、最初コンシーラーからぼかしていきます。これもトントントンと入れ込む感じでやっていきます。そしたら、コントアをぼかしていきます。コントアのなじませ方なんですけど、おでこは生え際に向かって、頬骨の下はそのまんまで、フェイスラインは下に伸ばしていきます。はい、ベーキングをしていきます。これ肌をカチッと固めてくれるのと、よれ防止ですね。これをやるのとやらないのは全然違います。全然よれないです。で、冬などで乾燥するので結構早めに払ってしまいました。コントアのパウダーをしていきます。さっきぼかした感じと同じ感じでパウダーをのせていきます。おでこは生え際に向かってパウダーを払っていきます。頬骨はそのまんま、なんていうの、内気を描くイメージっていうんですかね。で、フェイスラインは結構がっつりやって下に持っていきます。でぼかします、筆でしっかり。はい、ブラッシュに行きます。これもめちゃくちゃお気に入りで、メイクする時ほとんど最近これ使ってますね。カイリーのホリデーコレクションのブラッシュなんですけど、めっちゃ使いやすいです。はい、メインのアイメイクに入っていきたいと思います。アイシャドウベースをまずブラシでしっかり眉下から全体的に、アイホール全体的にのせていきます。きました、もう2018年
好きなメイクをさせていただこうと思って、ピンクのね、このめちゃくちゃ可愛いんです、このタルトのセット、 HYM ショップさんで購入したんですけど、ちょっと前に発売されたピンクのね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。タルトのクリースに、まあ薄いピンクのマットを乗せて、しっかり乗せていきます。そしたら濃いピンクブラウンですねを、クリース若干下めにぼかしていきます。でわざとちょっと真ん中は少し薄く開けておく感じで乗せていきます。これブラシでしっかり乗せていきます。でこれほとんど使ってるブラシは、前回まさみさんの動画でいただいたブラシを使っております。で、そしたらちょっと細いブラシを使って二重幅を描いていくイメージで、のせていきます。シマーピンク、薄いシマーピンクで全体的に動かしていきます。結構がっつり色をのせてしまったので、はい、ぼかしました。そしたら、水あり技ですね。これ水ありというね、技を使ってこの綺麗なピンクをのせていきます。これ割と粒子が粗いのでブラシを濡らしてみました。めっちゃ綺麗でしょ。これカットクリースしなくても全然発色いいのでいけました。そしたら、再び色がちょっとぼけてしまったので、目尻だけにちょっと濃い色をのせていきます。これマットなカラーになります。先ほどのせた色です。はい、これ前回から気に入っているニックスのおすすめのアイライナーでございます。誰かがコメントでマッキーみたいって書いてたんですけどね、ほんまにそう見えますね笑える若干なんですけど、まあ跳ね上げもいかないぐらい、ちょっとこめかみに向かってアイラインを引いていきます。ほら本当にこのアイライナー失敗がないのでめちゃくちゃ気に入ってます。もうニックス近くにある方はぜひ見てみてください。そしたら、濃いブラウンですね、濃いマットのブラウンでアイラインを描いた上からぼかしていきます。ぼかしてなじませていきます。はい、アイはこの色が好きみたいですね。この濃い、なんていうの、マットのピンクブラウンが好きですね。を、目の下全体的に塗っていきます。目頭から目の真ん中あたりまで綺麗なピンクを塗っていきます。そしたらこれついてるマスカラなんですけど、めっちゃ全部可愛い、もうグリッターピンクの最高ですね。で、このマスカラもめちゃくちゃ良くて、すごいつきが良かったです。伸びもいいし、しっかり上下の塗っていきます。はい、このブラッシュに行きます。さっきカエリーのねブラッシュ乗せたんですけど、若干なんですけど、まあ、ピンクをちょっと乗せてみようかなと思い乗せてってます。このブラッシュもねセットなんです。めっちゃ可愛いでしょ。はい、そしたらノーズシャドウに行きたいと思います。まあこれはいつも通りなんですけどね、本当にごめんなさい、何も変わらずです。眉頭から鼻先までスーって伸ばして、はい、しっかり乗せていきます。でハイライトに行きます。このアイシャドウパレットに乗っかってるハイライトなんですけど、ちょっとあんまりにもねびっくりしました。発色がいいのでつきすぎて、うわっと思って今ちょっと落としたんですけど、綺麗でしょ、めっちゃ合うのよ。はい、ハイライトマニアでございましためちゃくちゃ綺麗です。これが日本ですぐ買えてすぐ届くなんてもう最高ですね。HYM ショップさん、インスタ、ツイッターでぜひチェックしてみてください。概要欄にも貼っておきます、もちろん。
カイリーコスメティックス、これ最近めちゃくちゃ気に入ってます。これも結構年の終わりでお気に入りのコスメが増えましたね。これカイリーという色になります。カイリーが多分結構好きで使ってる色なのかなと思います。リップラインを取っていきます。さっきやったプランプイットがオーバーに結構なってたので、それに合わせて塗っていきます。で、中はマットリップで埋めていきます。はい、そしたら私の2018年ちょっと好きな最後メイクをさせてもらったんですけど、メイク完成しました。ありがとうございます。もう今回ピンクお化けでいきました。もうタルトのねピンクのコスメがめちゃくちゃ可愛かったので、それに合わせてちょっと好きな風にメイクさせていただきました。そして今回2018年、アイチャンネルラスト動画になります。そしてですね、2019年の目標はですね、アイチャンネルをもっともっとパワーアップさせることですね。今までやったことないね、いろんなメイクの系統もやっていきたいので、またぜひリクエストもお待ちしております。本当にありがとうございます。それでは皆様、良いお年を。また来年お会いしましょう。まあ数日だけど、またね。 I love you. バイバイ。